込む。ピンポンパンポーン。はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。キララファンタジア始めていきましょう。そこに並べ。お疲れ。頑張るな。感心するよ。しっかりで。新入部員はいつでも募集中だ。詳しくは部長まで。そうですよ、私たちはプロにも負けません。こんばんは。そろそろよくできました。元気に張り切って行きましょうか。すみません。ありがとう。助かっちゃった。さあ今回はクエストですね。闇チョコシンジケートへ。バレンタインになるとレンに近づく輩がさらに増えて困る。本日2月12日、あさってですね、バレンタインデーは。ということで、こちら頑張って始めたいと思います。はい、ではですね、シナリオクエスト。チョコの匂いが充満してる。商人の戦い、バトルがないです。はい。さあカルダモンとランブが喋ってますね。多分。なるほどね。つまり。おそらく。なるほどね。それってどうしたんだろう。やれやれ。そうよね。それでもうなかなか録画が悪くない。それってそう仕向けたんじゃ。そうだな。強さっておーってことですね。チョコの匂いが充満してる。はい、ということで13節いきましょう。当然この属性だとこの辺かな。ボーナスつきますしね。水属性、モミジ。それでは行ってまいります。ボーナス欲しいですからね。お、グヘヘ、チョコくれよ。ギャグですか。カルダモンだ。お、人質に取った。たくさんいますね。確かに。ですが。は
ネタバレ。いいねいいね。はあ、誰？お、増設。大変です。数が多すぎる。すみません。戦力外。じゃなくて。なんでこんな金属音出るんでしょうね。何それ。セクシーポーズ撮ってるし。お、メニーだ。トミさん。でも、あ、まあメリーと演技は、簡単に死ぬとは思えない。さあこれでバトルです。やらないとダメだよね。結構強いな。弱体化。正しいやり方は一つじゃない。いいタイミングだ。手加減しませんよ。いまいちですが倒してしまいました。力が湧いてきます。強いな。ああ、さすがに死なないか。悪さは許しませんよ。なかなかしぶとい。ヒーがいいですね。お、結構狙われてるぞ。集中して。本気の力。やっちゃいましょう。いいですね。やりました。クエストとか大変かと思いますけど、頑張ってください。はい、続いては14節。メンツですが、そうですよね。月属性ですよね。これっていう人がいないんですよね。響き、アーハピの響き行ってみましょう。ゆっくりでも、スタッ。これで、終わる人たちじゃないと思うけど。はぁ。フラグかな。なあだおなあだ。え？いや。どういうこと？悲しい。アーハピが。
爆弾？大変怒ってますね、さすがに爆発する。なんだろう、出ないない。どうかな、怖っ。今抜け出し成功した。着地決まった。やっぱり三悪かお前ら。ボス戦かな。強そう。やるんだから。今月属性だな。あれ？これじゃこんな効力だ。結構強いな。フィルムリカバリー追加。かちょっとだけ痛いのをお見舞いしますよ。炎属性はミスだから結構意味があるよな。正しいやり方は一つじゃない。大丈夫。何するんですか。当たってください。この時のために練習したんですから。いきます。まあまあのダメージかな。平気です。体が大丈夫。動けない。逃げたい。やるっきゃないよね。ちょっと一旦チェンジ。なんとかしなくちゃね。こっちかな。ピンが可愛いが、ダメか、倒せない。私ももっと頑張ろう。自分を回復。それで知らないのか、結構しぶとい。私に任せてね。
私だって奇跡を起こしてみせる。いらっしゃいませ。カレンちゃんフェチ、そこだ。お待たせしました。あ、回復しやがった。思想が出てます。強いですね。スリルがありますね。緊張します。任せてください。水着じゃ全然防げない。やるっきゃないよね。皆さんお願いします。少し待ってください。こうこうしてできました。周りもちょっと被害を食らってる。回復するんだ。ちょっと厳しいな。やってやるです。ここダメージが、うまくいくといいんだけど。ちょっとだけ痛いのをお見舞いしますよ。こっち来るな。あ、死んだ。ごめんなさい。まずいことになってるよ。こっち来るな。バリュカ、無理。こういうの苦手なんだけど。やられる前にやっちゃおう。あれ、これでこんな攻略だっけ。一気に行くしかないですよね。どちらにしても。あのね、私実は回復がそんなにできない。いろんな薬を混ぜてみたよ。これは成功した。防げない。それ。まずいことになってるよ。こっち来るな。キャッ。カメさんになれ、カメさんになれ、カメさんになれ。全力でやらなきゃ。オッケー、まず1体倒しました。まあ、まずまずをダメージと言えるのではないでしょうか。そこだ。もう属性耐性が一定期間あく自身だな。まだ食らわない。ミスだな。スリルがあります。皆さんお願いします。少し待ってください。お、結構まずまずダメージ与えられた。まずいことになってるよ。あれ、これでこんな攻略だっけ。まあ切った。ダメだよね。これなら
危ないな。かな。みんなに金髪のご加護。私でよければ何でもしちゃうよ。いらっしゃいませ。2200か。そんなにダメージ与えられない。眠った。勇気を出してやってみるね。あまり回復はしてないが、あ、でもなかなかいいですね。これで勝てる？勝てちゃう？やられる前にやっちゃおう。さあ、あと1体のみ。少しずつ削っていくしかないですね。やられる前にやっちゃえ。ミスか。結構いいですね、ダメージの方が。私に任せてね。やってみますか。お願いします。少し待ってください。お、18000。いらっしゃいませ。それでもよくない。アップしてもちょっと弱すぎるよな。かかってこい。これをこうして、あして、こうだ。この技なら、いや、平気です。みんなの力になれますように。こっち来るな。続いては14節。メンツですが、そうですよね。月属性ですよね。これっていう人がいないんですよね。響き、アーハピの響き行ってみましょう。ゆっくりでも、スタッ。これで、終わる人たちじゃないと思うけど。はぁ。フラグかな。なあだお、なあだ。いや、どういうこと？悲しい。アーハピが、
爆弾？大変怒ってますね、さすがに爆破する。なんだろう、出ないない。どうかな、怖っ。今抜け出し成功した。着地決まった。やっぱり三悪かお前ら。ボス戦かな。強そう。やるんだから。今月属性だな。あれ？これじゃこんな効力だ。結構強いな。フィルミンリカバリー追加。ちょっとだけ痛いのをお見舞いしますよ。この属性、この属性はメスだから結構意味あるよ。正しいやり方は一つじゃない。大丈夫。何するんですか。ませんよ。当たってください。この時のために練習したんですから。いきます。んー、まあまあのダメージかな。平気です。体が大丈夫。チェンジ。なんとかしなくちゃね。こっちかな。やられる前にやっちゃおう。ヘッピーが可愛いが。あー、ダメか、倒せない。自分を回復。ここどうすれば平気かな。暴力反対。これを越して合わせて。これで死なないのか。結構しぶとい。私に任せてね。
って奇跡を起こしてみせる。いらっしゃいませ。カレンちゃんフェチ、回復しやがった。思想が出てます。強いですね。スリルがありますね。緊張します。任せてください。皆さんお願いします。少し待ってください。こうこうしてできました。周りもちょっと被害を食らってる。回復するんだ。ちょっと厳しいな。やってやるです。結構ダメージが。うまくいくといいんだけど。ちょっとだけ痛いのをお見舞いしますよ。こっち来るな。あ、死んだ。ごめんなさい。まずいことになってるよ。こっち来るな。やられる前にやっちゃおう。あれ、これでこんな効力だっけ。一気に行くしかないですよね。どちらにしても。あのね、私実は回復がそんなにできない。これは成功した。防げない。そうね。まずいことになってるよ。こっち来るな。しゃあ。カメさんになれ、カメさんになれ、カメさんになれ。全力でやらなきゃ。オッケー。まず1体倒しました。まあ、まずまずをダメージと言えるのではないでしょうか。そこだ。もう属性耐性が一定期間なく自身だな。まだ食らわない。ミスだな。スリルがあります。皆さんお願いします。少し待ってください。お、結構まずまずダメージ与えられた。まずいことになってるよ。あれ、これでこんな効力だっけ。切った。
危ないな。かな。みんなに金髪のご加護。私でよければ何でもしちゃうよ。いらっしゃいませ。2200か。そんなにダメージ与えられない。眠った。勇気を出してやってみるね。あまり回復はしてないが、あ、でもなかなかいいですね。これで勝てる？勝てちゃう？やられる前にやっちゃう。さあ、あと1体のみ。少しずつ削っていくしかないですね。やられる前にやっちゃえ。ですか。結構いいですね、ダメージ量が。私に任せてね。やってみますか。お願いします。少し待ってください。お、18000。いらっしゃいませ。それでもよくない。プッシュもちょっと弱すぎるよな。かかってこー。これをこうして合わせてコンパ。この技なら、いや平気です。みんなの力になれますように。こっち来るな。ということで、まだ続きがありますので15節いきましょう。ありがとう。しょぼー。闇チョコデカ。まったくもう。うんうん。じゃなくて。あれ？確か。あ、そうなの？何？バレたで。乙女の戦争わかる。そうだな。シャレになんないわ。そうだよ。面白いね。あの、大団円かな。お、なんかクエストをクリアしたらこんなのがもらえるみたい。ということでシナリオクエストは全部クリア成功、収集クエストが2つあるという時点感じですね。ただ日にちがもうあんまりないんですが、
余裕があれば、クリアしていきたいと思います。では、はい、ここまでありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価お願いします。ブログ、ツイッターやっております。説明欄にアドレス記載してます。よろしければ見てください。この動画最後の20秒で関連動画、動画プレイリスト表示されます。お時間ありましたら見ていただければ嬉しく思います。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。